ヒートアイランドとは、都市部の気温がその周辺の郊外部に比べて高温を示す現象。住民の健康や生活、自然環境への影響、例えば夏季は熱中症の増加や不快さの増大、冬季は感染症を媒介する生物の越冬が可能になることなどが挙げられ、問題視されている。都市化が進むほどヒートアイランドも強まり、 高温の長時間化や高温域の拡大が起こる。31、ただ巨大都市に限ったものではなく、人口数千人から数万人と規模の小さな都市でも小規模ながら発生する。また、各都市の地勢や気候によっては、風下の郊外部にも高温化が波及することがある。32、東京は世界的にも早くヒートアイランドが進行している。33? 上のグラフは、 関東地方の9月のの月平均気温の変動を示す東京の気温は1930年頃に横浜をその後は千葉県南部にある勝浦をも上回り1980年代からは地球温暖化の進行による急上昇も顕著になる。また南から北へと風が流れる夏場の関東では最大の熱排出源である東京より北方での 気温上昇が大きく現れている。また、このグラフから、勝浦が最も気温の上昇が小さいことがわかる。ヒートアイランドという語は、英語から来ており、直訳すると、熱の島であるが、これは、気温分布を描いた時、東温線が都市を中心にして閉じ、ちょうど都市部が、周辺から浮いた島のように見えることに由来する。31。 日本語に訳す場合は、都市温暖化または都市高温化とされる。都市は、郊外に比べて、高温、乾燥で、独特の風景を有する傾向にある。こうした、都市特有の気候を、気候学においては、都市気候と呼び、これを研究する、都市気候学や都市環境学などの学術分野がある。それらの中でも、ヒートアイランドは主要なテーマとされる現象の一つである。 都市の気温が郊外に比べて上昇していることが初めて発見されたのは1850年代のロンドンとされている。イギリスの科学者、気象研究者であったリューク・ハワードは当時産業革命により著しく発達していたロンドンの気温が周辺地域よりも高くなってきていることを発見した。これ以降、欧米を中心に世界各地の大都市で 気温上昇が観測されるようになり、やがてアーバンヒートアイランドと呼ばれるようになった。日本では初期の研究として、福井、和田による東京市郊外と都心の観測報告があり、現在の練馬区にあたる郊外と都心とで、摂氏5度の気温差があったという、その後1950年代から1960年代にかけて気温分布など、都市特有の気候を研究する論文がいくつか、 発表されている。ただし、ヒートアイランドという言葉が一般に知られるようになったのは大きく報道された1970年代からである。ヒートアイランドは現在世界中の都市で観測されており、三三日本でも最大規模のヒートアイランドが起こっている東京をはじめとしてその深刻化が問題となっている。特に今後はアジアの都市での深刻化が懸念されている。 ヒートアイランドは厳密には都市がなかった場合に推定される気温によりも実際の気温が高い状態である。3.1。調べ方には気象台やアメダスなどでの定点気象観測のデータを元にした統計と数値予報モデルによる推定の二通りがある。3.4。普通、都市下の前後を含めた長期のデータにより都市部と郊外部の気温変化を比較することで ヒートアイランドの進行状況を見る。平均気温、月平均の最高及び最低気温のほか、夏日、真夏日、猛暑日、熱帯夜、冬日などの日数の変化も間接的に気温の変化を表すデータであり、有効とされている。なおヒートアイランドの評価においては、N 年前よりも X 度上昇したのように、絶対的な気温変化ではなく、 N 年前との比較で地点 A よりも気温上昇が X 度大きかったのような郊外部との比較を行うのが適切であるが、これは地球温暖化などによる広域的な気温変化の影響を取り除くためである。産後。一方、定量的な指標ではないが、初雪、初下、初氷、雪日数といった季節現象、桜の開花、紅葉、セミの初鳴きといった、 生物季節の変化もヒートアイランドの影響を知る手がかりとして用いられることがある。低天気象観測より小さい間隔の観測として近年広く用いられているのがリモートセンシングである。センサーを搭載した人工衛星により都市とその周辺部の表面温度などを観測するもので低コストで効果的にデータを得ることが可能である。ニューヨーク、パリ、 ベルリンなど世界各地の都市で世界平均気温よりも大きな割合での気温上昇、つまりヒートアイランドを示す気温上昇が観測されている。なお、ニューヨークやパリは100年あたり約摂氏2度、ベルリンは同約摂取2.5度であるのに対して東京は同約摂氏3度であり、世界的にも早いペースで上昇している。33? なお別の研究によればサンフランシスコ、 ボルティモア、上海は10年あたりかし0.2度、ワシントン DC は同加し0.4度、東京は同加し0.6度であるが、ロサンゼルスやサンディエゴでは同加し0.8度とさらにペースが速い。なお、平均値を示した右表とは異なる年間最大値ではあるが、北、アメリカや日本の研究報告では人口数千人から数万人程度の都市、集落でも 郊外との気温差は最大時で2セッシ7度ほどあるとされている。研究初期、チャンドラーは規模の異なるに都市での観測から都市の規模よりも建物の密度の方が重要な因子であるとしたが、オケは別の観測から都市の人口とヒートアイランドの強度は対数ピ例の関係にあるとし、チャンドラーの説を覆した。後の複数の研究でも、 綺麗な対数ピレにならないとする研究もあるものの、多くは都市の人口規模がヒートアイランドの強度と関係していることを示している。ただし、地球温暖化によるものと見られる熱帯夜の増加や、摂氏30度以上の時間数などの高温化の傾向は郊外でも観測されており、高温化は都市に限った問題ではない。3に、なお、口術のように、 各地のヒートアイランドが地球全体の気温に与える影響はわずかであることがわかっている。ここからは主に日本の例を解説する観測データをもとにした気象庁の調査では東京を中心とする都市圏と内陸側の都市、京阪神、名古屋と内陸側の都市、札幌、仙台、福岡が顕著な例として挙げられている。右表がその値であるが、 主要都市は軒並み郊外に比べて、顕著な気温の上昇を観測している。3、6、留意すべき点として、気温の上がり方は、夏や昼間よりも、夜間や冬場の方が著しいことが挙げられる。顕著な影響として熱中症の増加が見られることから、夏の最高気温が高くなるイメージが持たれやすいが、それとは逆の傾向である。部表では、 夏の最高気温は1セ氏シ2度の上昇にとどまる。一方で、夏の最低気温は2セ氏シ4度上昇しており、夜間の涼しさの方が弱くなる。つまり、真夏日よりも熱帯夜の増加が著しい。またどの都市でも、夏季よりも冬季の方が差が大きく現れ、特に高緯度の寒冷地では顕著である。三6例えば、東京では1920年代は、 年間70日程度観測されていた冬日が2000年代には年間数日程度に激減し、同じく熱帯夜の日数は3倍以上に増加している。ちなみに、東京での熱帯夜は観測史上最も暑い夏になった2010年が最多で56日、ついで2011年と2012年が49日を数え、平年の27.8日を大きく上回っている。 真夏日に関しても2010年が最も多く71日に達した。一方で冬日は寒冬になった2006年、2012年でさえそれぞれ9日と6日にしかならなかった。記録的な暖冬になった1989年、1993年、2004年、2009年は1日も観測されなかった。冬季の気温差が大きい例としては 札幌、旭川、帯広などの北海道内陸部の主要都市が挙げられ、厳冬期の朝に郊外との気温差が10度前後になることも珍しくない。また、風上にある都市のヒートアイランドの影響を受けて、周辺の郊外部や遠い内陸部に高温化が及ぶことがある。典型的な例として、海陸風が内陸に及ぶ関東平野や濃尾平野が挙げられる。 不表にもある通り熊谷市、前橋市、岐阜市では夏の最高気温が2セシ3度上昇しており、上昇幅は東京や名古屋と同程度あるいは上回っている。なお、熊谷市や岐阜県田嶋市では2007年8月16日に日本の観測史上最高気温を記録したが、この時はフェーン現象による影響が大きく、ヒートアイランドの与は熊谷市で、 接し一度程度と解析されている。一方で、冬は都市部の方が気温の上昇幅が大きく、36、37、夏は南東、冬は北西と向きが変わる季節風の影響があると考えられる。この他、都市内にある公園や緑地は気温の上昇幅が小さい冷気溜まり、いわゆるクールアイランドになることもわかっている。例えば皇居では夏の平均気温が周辺よりも、 約摂氏2度低いという観測結果が発表されているヒートアイランドの主な影響を以下に挙げる主なものとして熱中症の増大や大気汚染の悪化などが挙げられるがエネルギー消費の面では冷房使用が増加する一方暖房使用が減少するという二つの側面がある夏季の高温による人体への影響熱中症の危険性増大真夏日、夏日 熱帯夜の日数が増加するほど、熱中症による救急搬送者数や死亡者数は増加する。一例として、東京都内の熱中症による年間救急搬送者数は、1980年代後半は150人前後だった。ものが1990年代後半に300人前後に倍増。2000年代には500人以上を推移し、年によっては1000人以上に上る。なお、 年齢別では子供や高齢者が多い傾向にあり、高齢者は室内で熱中症となり救急搬送される例も少なくない38。ただし、こうした影響のインパクトは都市の緯度によって異なる。アメリカではニューヨークやシカゴなど高緯度の都市では高温と死亡率に優位な相関が認められる一方、 マイアミなど低移動の都市では相関性が低いという報告がある。不快感の増大環境省の2009年の調査によれば、夜間の気温が高くなるほど睡眠中に目覚める人が多くなる傾向にあり、睡眠の質を悪化させたり、冷房仕様の増大を招くといった影響が考えられる。39エネルギー消費の増加下記は気温が高くなるほど、 冷房を中心とした電力需要が増加する。2002年時点のデータによると、東京電力管内では、夏季の気温が摂氏一度上昇すると、電力需要は約166万 kWh 増加するとされ、これをピーク追従に適した火力発電とすれば二酸化炭素排出量が593トン増加。この規模の発電設備を増設すると、 石油火力発電では3、0円以上のコストになるという。なお、先のデータは14時頃のものだが、気温緩和度は時間帯により変化し、例えば、東京23区では20時頃が最も気温、緩和度が高く14時頃の1.5倍ほどある。一方、3から8時頃は14時頃の半分程度というデータがある。また、冷房は屋外への排熱を伴うため、 ヒートアイランドに白車をかける面もある。38。なお、冷房普及に伴い、年間を通してみた、電力需要の中で夏季のピークは、年々繊鋭化する傾向にある。310。なお、冬季は、気温が高くなるほど、暖房需要が減少する。いくつかの研究報告によれば、気温上昇が、エネルギーの年間消費量を減少させる年もあれば、増加させる年もある。 特に緯度が高い寒冷な都市ほど暖房需要の比率が高いため減少傾向が強まる。他、小さなスケールでは建物の用途による差も大きい。一般的には冷房よりも暖房の方がエネルギー消費量は大きい一方で都心部には気温上昇に対するエネルギー消費増加率が高い。商業地や業務建物が多いため都心部に限ると気温上昇は エネルギー消費を増加させる傾向にある。こうした研究はヒートアイランドよりも規模が大きな地球温暖化を念頭に置いたものが多い点に留意する必要がある。31各都市での研究を見ると札幌市や東京都はヒートアイランドにより年間エネルギー消費量が削減されるとの報告がある。 全域で気温が摂氏1度上昇したと仮定して行われた大阪府における研究では大阪市内では冬季の暖房用ガス灯油仕様に伴う消費エネルギー減少量よりも下季の冷房用電力使用に伴う消費エネルギー増加量の方が多い一方大阪市以外の府内では冬季の暖房用消費エネルギー減少量の方が多く不全体では 減少量の方が多いという結果が得られている。31ヒートアイランドによる気温逆転層のため都市では大気汚染物質がこのように滞留する大気汚染への影響下記は都市内部から光化学オキシダントや粒子状物質が排出、生成されて大気汚染が発生するがヒートアイランドは昼夜交代に伴う海陸風の移動を遅くし 風が弱い場所や風が収束する場所を作り出して空気を対流させ、これらの汚染を悪化させる。都市の風下にあたる内陸部ではこの影響で周辺の郊外に比べて高化学オキシダントの濃度が高い傾向にある3839。また冬季も都市内部から大気汚染が発生するがヒートアイランドは夜間生じる気温逆転層のもとに 都市混合層を作り出し、ドーム状の混合層の中で空気を対流させ、同じく汚染を悪化させる3839生物への影響生物季節の変化桜の開花の早期化など。1989年大阪市でのソメイヨシノの開花時期調査では低温だったことによる影響もあるが、市街中心部と大阪湾沿岸で1週間もの差が、 生じたという例がある。3.8ただし、高温化により必ずしも開花が早まるわけではなく、冬に一定期間低温にさらされる必要がある。植物では、高温化が一定以上進むと逆に遅くなったり、開花しなくなったりするものもある。落葉樹に多い傾向があり、桜や梨などで高温化により開花が遅くなったという報告がある。三九。越冬外中の増加ヒートアイランドによる、 亜熱帯化が病原菌などを媒介する生物の生息北限を北上させることが懸念されている。マラリアを媒介する浜ダらかなどが挙げられる。このほか、緩和策に関する問題として、水を用いた冷却が多用された場合に暖かい、排水が河川や海に流れ込んで水温を上昇させ、水中の生態系に影響を与えることも懸念されている。 3.8. 水生生物への影響日本では報告がないが、アメリカでは浸透性が低く高温になった、舗装道路に雨が降り、これが排水され川の水が高温となって、水生生物に悪影響をもたらすことが報告されている。アイオワ州シーガーラピッツでは2001年8月に雨により、小川の水温が1時間に10度以上上昇し、魚が死んでしまった例がある。 集中豪雨などの変化ヒートアイランドの領域と重なるように風の収束帯が観測されていて、これが積乱雲を発達させる要因の一つとなり、都市に雷雨をもたらすメカニズムがあることが報告されている。38大気汚染に伴う大気エアロゾル粒子の対流や38水平の風が高層建築物にぶつかって生じる上昇気流も、 積乱雲を発達させる要因とする研究がある。東京の観測開始以来約120年間の降水量を分析した気象研究所と東京管区気象台の研究によれば、夏の夕方の降水量は100年あたり50%の割合の増加に対し、他の季節や時間帯では30%未満の増加にとどまっている。 1980から2010年頃の30年間では夏の夕方に限って東京都心は周辺地域よりも30%以上降水量が多いのに対したの季節や時間帯では大粗ないなどヒートアイランドが東京都心で集中豪雨を増加させている可能性があるという3級水資源気温の上昇による需要増加東京では最高気温が 摂氏一度上昇すると年平均で0.7%、夏に限ると1%、水道使用量が増加するというデータがある。32、その田夏の午後を中心として、東京都心を囲む環状8号線に沿って、玉木八雲と呼ばれる石雲の列ができることが知られている。玉木八雲の生成には、ヒートアイランドによる都市での上昇気流も寄与しているという報告がある。 ヒートアイランドの悪影響に関する認識として、日本では暑熱化、特に夏の気温上昇による影響が大きいものと認識されている。一方、ヨーロッパの内陸の都市では、夏の高温よりも冬を中心とした大気汚染の悪化が大きいものとして認識されている。これは、日本の大都市の多くは、海岸沿いにあって、風が入りやすく大気汚染物質の拡散条件が良いのに対し、 ヨーロッパなど大陸部の内陸にある都市は、風が、比較的、弱く、冬は、それが顕著になるためである。33、ランドサット衛星の赤外線センサによる2002年8月14日の、ニューヨークの気温と緑地の分布。紫色が濃いほど気温は低く、緑色が濃いほど緑比率が高い。土地利用や地形と気温が密接に関わっていることが、わかる。 アトランタ中心部の地表温度を示すリモートセンシング画像。この日の最高気温は摂氏27度だったが、地表温度は最高で摂氏48度に達している。端的には都市化に伴う環境の変化が要因であるが、その中でも地表の被覆の人口物価、人口排熱の増加、都市の高密度化の3つが大きなものとして挙げられる。30、34。 関東地方における要因別のヒートアイランドへの気温度を推定した気象庁の都市気候モデルによるシミュレーションでは土地利用の変化が摂氏2度程度建築物の効果が摂氏1度程度とそれぞれ大きな割合を占める一方排熱による効果は無視できるほど小さくはないが局所的なものに限られるという35元々土や植物で覆われていたところに建物ができたり 道路などとして舗装されたりすると熱特性が変わってしまう。土や植物は蒸発、蒸散を通して鮮熱として熱を放出するために死者による加熱を抑える働きがあるが人工物価によりこれが失われる。また人工物価により光の乱反射が増加する一方反射率が低下し、対流に伴う顕熱輸送や赤外線の放射を通して 大気を温める。特に、アスファルトやコンクリートは、比熱容量が大きいため、昼間に熱を蓄えて夜間に放出することで、夜の気温上昇を招く。また、大気汚染に伴う大気エアロゾル粒子も、熱の移動に関係していると考えられている。30、34人口物価で注目される点がいくつかある。なお、アスファルト上やビルの壁面に近いところに人が、 立っている場合、それらから受ける放射熱により、体感温度は実際の気温よりも高く感じられることがあると考えられている36。東京23区の500メートルメッシュのデータでは、区域のほとんどが人口被覆80%以上であり、その中で荒川流域、新宿御苑、明治神宮、上野公園、皇居などが人口被覆の低い地域となっている。 また、名古屋市のデータでは、湾岸部から北区まで中心部はほぼ人口被覆75%以上が連続している。30。排熱源としては、排気による直接放出や冷却水を通した間接放出など、工業生産に関係するもののほか、自動車、空調機器、照明器具、情報機器などが挙げられる。 工業関係は一点から大量に放出される。電源、自動車は、線上に分布する。線源、空調などはバラバラに分布する。面源と呼ばれる。省エネルギー化により、個々の排熱量は削減される傾向にある一方、人口増加、産業の発展、機器の普及が、全体の排熱量を押し上げているという問題がある。30、東京23区の人口排熱のデータでは、1日の、 うちでは、早朝が最小、昼に最多となり夜の22時頃にも昼の半分、程度の排熱があるとみられる。昼には、日射の4分の1に相当する250ワット毎平方メートル以上の区域が大手町から、霞ヶ関付近、渋谷、新宿、池袋の各地に分布している。また、名古屋市のデータでは、中区や東区の中心市街地や港区東部の工業地帯に、 排熱の多い地域が分布している。30。建物の高密度化や高層化が進むと、地上から空を見上げた時の空の割合が低下し、夜間の放射冷却が弱まって、気温の低下が緩やかになる。例えば環境省の2013年の推定によると、各都市の建物の高さは、東京23区や大阪市で50年間で約3倍。 名古屋市や福岡市で同2倍ほどになっている。34ただし人工物や排熱の分布がそのまま気温に反映されるわけではなくヒートアイランドの分布にはより大きなスケールの気象が影響を及ぼす。例えば海陸風の働きによる温められた大気の運搬地形や河川の配置によりできる風の道に沿う冷たい大気の運搬などの要因がある。三十。 東京付近とその北方に広がる関東平野では、元来他の地域よりも広範囲に海風が及ぶとされるが、人口被覆や、排熱の多い東京都心を通過した風が、東京の北方に熱を運搬することが指摘され、実際に高温が観測される傾向がある。名古屋とその北方に広がる農美平野では、他の地域よりも海風が弱い傾向があり、風下にあり、 名古屋から比較的近距離に位置する田地見市や岐阜市などが高温となる傾向がある。30。中層建築物や高層建築物が地上付近の風通しを阻害して熱の拡散や建物内の換気を弱める場合があると考えられていて、東京湾岸の高層ビル群は俗に東京オールなどと呼ばれる場合がある。37。例えば、 国土技術政策総合研究所が地球シミュレータを用いていったシミュレーションでは、使用止めの高層ビル群がある場合とない場合では、風下の新橋付近の風通しが異なるという結果が出ている。34。路面電車の起動時期に芝生を敷き詰めた、冷太陽光の吸収を減らす、排熱を減らす。 冷却効果を高めるといったことを目的に緩和策が取られる。以下のように分類できる。38。風の道や水の道においてしばしば引き合いに出される。ドイツのフライブルク、シュトットガルトなどの事例は日本とは少し事情が異なる。ヨーロッパの内陸都市では沿岸よりも風が弱く、特に冬を中心に都市を覆う大気汚染物質のドームが発達し、 これによる大気汚染がヒートアイランドの一番の悪影響とされている。夏の暑さは普通日本よりも穏やかなため、夏の高温化による影響は日本ほど強くは認識されておらず、2003年の熱波のような猛暑は例外的なものと捉えられているという。そのため、風の道の構築にあたっては風通しを良くして汚染物質を拡散させることを重点に置き、冷却効果は 副次的なものとされている。33。ヒートアイランド現象は都市化と密接に関わっており、都市の中でポツポツと散発的な対策を行うだけでは、抜本的対策にはならないと言われていて、効果的な対策には都市計画を巻き込んだ様々な視点からの見直しが必要となる。日本では2005年に政府がヒートアイランドや、 地球温暖化対策と街づくりを一体的に考えるモデル地域13地域を選定し各地域で計画を進めている321主なものとして大崎駅西口再開発東京駅八 S 口再開発などがあるただしこのような大規模な事業は費用が大きく弊害も大きいため行為形成や費用分担も難しく建て替えや 再開発等の機会を利用して行われることが多い。こうした対策を補助するものとして、都市環境機構図がある。これは、都市における気温、気流、土地利用、排熱、人口などの分布を一般的な気構図よりも詳細な外区レベルで示したもので、これをもとにヒートアイランドの様相を分析し、どのような対策が有効なのかを推定することができる。322 建築物の建造や管理における環境影響評価の指標として日本にはキャスビーという制度があるがこれを拡張してヒートアイランドに特化させたものとしてキャスビーハイという制度がある敷地内における熱環境や緑化敷地外に影響を与える反射や排熱風通し日陰の形成などを総合的に数値化して評価するものアメリカのリードや グリーングロブスなどもヒートアイランド対策を組み込んでいる。また、多くの緩和策は地球温暖化の緩和策とも共通し、ヒートアイランド対策が地球温暖化対策として効果を発揮することもある。323。ヒートアイランドの影響が及ぶのは都市とその周辺に限られると考えられている。しかし、都市から数千キロメートル離れた地域で気温を 上昇させる可能性を指摘する研究報告もある。カリフォルニア大学スクリップス海洋研究所のガンチャンラのチームがアメリカ大気研究センターのデータをもとに作成した大気モデルでのシミュレーションでは北半球の主要都市からの熱によりカナダ北部やシベリアで0.8摂氏1度程度気温が上昇するという結果が出ている。北半球の86大都市圏は 地球表面の1.27%の面積でありながら世界全体の42%に相当する 6.7TW のエネルギーを消費していることから同チームは世界の一部地域で見られる地球温暖化予測モデルの推定を上回るペースでの高温化の原因ではないかとする見解を発表しているヒートアイランドによる都市の高温化は 世界各地における都市化を通して、わずかではあるものの、産業革命以降の全地球的な地上気温の上昇、いわゆる地球温暖化に寄与していると考えられている。つまり、主原因ではないものの、ヒートアイランドは地球温暖化の複数ある原因の一つである。例えば、2001年の IPCC 第3次評価報告書では、ヒートアイランドが顕著な北。 アメリカで地上気温が10年あたり摂氏0.27度上昇しているのに対して高度 2km 付近の気温も10年あたり摂氏0.28度とほぼ同じ変化となっていてヒートアイランドの気温はわずかであることを示した。さらに2007年の IPCC 第4次評価報告書ではヒートアイランド強度が最大となる風のない夜間の最低気温の上昇傾向を見ても 都市とそれ以外で顕著な差が見られないことから、ヒートアイランドの寄与は大きくないこと、改めて示した。そして、地球の平均気温に対するヒートアイランドの寄与の値は、一九百年以降、陸上では十年あたり摂氏零点零六度、海洋ではヒートアイランドはゼロ。なので、地球全体では十年に摂氏零点零二度だと報告している。これは二十世紀の間に。 約摂取0.6度のペースで上昇した平均気温に対して3%程度の気温に止まることを意味する。また、スタンフォード大学のヤコブソンらによる2011年の報告でもヒートアイランドの気温は産業革命以降の温暖化の2から4%程度と推定されている。いずれも 寄与があることは認めているが、それが平均気温上昇のグラフを歪めるほどの水準ではないことを示している。ヒートアイランドに関する活動、ありがとうございます。